まあ、こう新潟もまあボールを持ちたいチーム、はい、まあ、熊本もこうかなり前からプレッシャーがかけられるチームですから、はい、まあ、こうお互いのこう今前半45分のキックオフです。ないぐらいサイドまで人数で埋めるんですけども、はい、攻めているときは後ろは薄くなっていて、失った瞬間はその状態なの で熊本としてはもう少しボールを持って相手陣内で、ええ、スペースから打っていきました。7番の谷口、ここはチャンスが新潟です。谷口運んでいってスペースに込みを走らせる、左足シュート、先手を取ったのがホーム新潟、込み太田17節のホーム横浜 FC 戦以来の得点がこの試合の口火を切りました。やっぱり奪った瞬間ですよね、瞬間奪ったボールはまず前に、はい、谷口はここフリーなんで前向いて仕掛けることで今熊本選手集まってきましたよね。集まってきたところで背後、まずここ真ん中に仕掛けて相手を集結させたのが効いてますし、はい、で少し横にずらして背後を作って、コミもこれエンド変わって右から左に攻めますホームの新潟、左から右に攻めるのがアウェー熊本。今後半45分のキックオフです。ファーサイドにはトーマスデンが待ち構える、そのデンを狙います。折り返して千葉上げてきて、これが最後また藤原が触りました。狙ってますよね、これ狙ってますね、の藤原宗也。ここデンがね下がりながら難しかったと思いますけど、よく残しましたよね、はい、で千葉もこの背負いながらピタッと止めて2セカンド。さあその秋山のところかいくぐったのが37番の平川、前運びます、クロスボール低い球、これはシュートでしたか、最後は田辺放っていきました。5位の熊本です。さあここも谷口狙いました、伊予派太陽、後ろから谷口奪い返した、前を向いて右には松田がいるが自分で行って左足シュート、地を這うようなシュート、鏡からスペースに込みだ、運んで左足シュート、そして坂本から近くに、ここは上げてきました、ファーサイドまでボールが流れたところで試合終了のホイッスル。上位対決新潟対熊本の一戦は1対0で新潟が勝利です。